ブロック塀。ブロック塀とは、ブロック状の建材を主材として作られる塀である。ブロック壁の一種で、ブロック建材による工作物の一種。ブロックの材質としては、石、石ブロック、レンガ、レンガブロック、ブロックレンガ、コンクリート、コンクリートブロックがある。現代日本語の場合、石製は石塀、レンガ製はレンガ塀、コンクリート製はコンクリートブロック塀。 コンクリートブロック塀、コンクリート製のブロック塀、コンクリートブロックの塀という。これらの内コンクリートブロック塀の種別には、補強ブロック塀、補強コンクリートブロック塀と片枠ブロック塀、片枠コンクリートブロック塀があり、一般的には補強コンクリートブロック作りの塀をブロック塀という。専門業者、建築業者、メンテナンス業者等や、 公共機関での名称としても、コンクリートブロック塀と略称としてのブロッヘイは共に使われている。また、CB 米と略記される。英語では、ブロックウォールがブロック塀に近く、コンクリートブロックウォール、コンクリートブロックウォールがコンクリートブロック塀に近いが、塀ではなく壁である分、抗議である。なお、英語圏の建築文化は、 石とレンガによるところが大きく、現代でもそのことに大きな変化は見られない。日本の建築基準法や建築基準法施行令は補強コンクリートブロック作りの塀と呼んで瞬時に倒れないための最低条件を規定している。工術の宮城県沖自身の教訓から1981年昭和56年、 塀の高さの上限が3メートルから2.2メートルに引き下げられた。高さ2メートル以下の場合10センチメートル以上、2メートル超の場合15センチメートル以上の壁の厚さが必要である。高さ1.2メートル超の場合、長さ3.4メートル以下ごとに控え壁を設けなければならない。基礎の構造や鉄筋の規格、定着方法、配置間隔についても定められている。 日本建築学会は法令を補足するものとしてコンクリートブロック米設計基準を定めて推奨している。日本では1978年に発生した宮城県沖地震で鉄筋の入っていない耐震性に欠けるコンクリートブロック米の倒壊で下敷きになって18名が死亡しており全体の死者28名に対して多くを占めた。同様に多くの負傷者も出した。 このことから、これを教訓として、規制の強化が図られ、全国で実行された。このような経緯もあって、日本の場合、太さ 10mm 以上の所定の実規格満たす、鉄筋を横方向が 400mm 間隔、縦方向が 400mm から 800mm、周壁の高さや控え壁の有無、鉄筋の太さにより異なるで排することが義務、続けられている。 コンクリートブロック塀の基礎には、I 型、L 型、T 型、逆、T 型、交換杭が基礎などがある。コンクリートブロック塀のブロックの内部には、縦横方向にそれぞれ所定の間隔で鉄筋が廃される。鉄筋を保護しながら、ブロックと一体化させるため、モルタルを充填しながら、ブロックが積み上げられ。ブロック塀の積み方には単純な、イモメジと交互に積む。 破れ目地がある。破れ目地は、芋目地に比べて構造が複雑で、モルタルの充填などの施工に手間がかかる。日本の場合、建築基準を満たさない、危険なコンクリートブロック塀が、危険性について無知な人間や、建設も点検、メンテナンスも専門業者任せで無責任な人間、知った上で経費を惜しんで施工業者に手抜きを強いる、施行手、知った上で利益を優先して、 不正に手がける思考業者などによって設けられ維持されていることも珍しくない。また、厳しい方向へ法改正される以前に設けられていたり増設されていたりする場合、これらを違法とすることができず、結果放置されてしまうという現実がある。建築法や危機管理の専門家は日本におけるこのようなコンクリートブロック塀に潜む危険性を長年にわたって啓蒙しているが、 十分に伝わりきらない地域や聞く耳を持たない人も多い。また、公的機関や公共施設が危険性を認識していながら予算がつかない、予算を回せない、回さないなどといった事情や都合やエゴから先延ばしにされているケースやあまりにも数が多いために把握しきれないことで結局のところ先延ばしにされているケースが非常に多い。このようにして、 の放しにされ続ける劣悪なコンクリートブロック塀の危険性は大きな地震が起こった際に倒壊することで露呈するケースが後を絶たない。そうした結果、最も不幸なケースとしてブロック塀の脇を通過していて倒壊に巻き込まれる死亡事故が起こってしまう。2018年、平成30年の大阪府北部地震で女子小学生1名が死亡した小学校の事例などは 違法に増設されたブロック塀の壁の前面に壁画が描かれており、普段から高い問題意識と警戒心も持って観察でもしない限り、コンクリートブロック塀と気づかないことも理解できるような立ちの悪い状態となっていた。スクールゾーンにおけるブロック塀の危険性に関する住民の認識は、例えば東海地震発生の想定地域や東日本大震災の主要な被災地域のように、 危機意識の高い地域では2000年代、静岡市では200年度、平成14年度から啓蒙されてきただけにかなり浸透していると言えようが、意識の低い地域では未だに問題の多すぎる状況にある。ただ、まさしく、スクールゾーンを歩いていながら、母校の違法建築物の犠牲になった女児の悲劇と、そこに潜んでいた危険性は、多くの日本人の関心の的となったようで、 マスコミにもかかる問題はそれまでになく大きく、取り上げられた、昼買いって言えば、高齢者がブロック米東海の犠牲になったというニュースは地震大国日本で全く珍しくもない中ば、無関心事になっし,しまっている。コンクリートブロック米の寿命には、鉄筋の腐食が関係しており、鉄筋の腐食は、コンクリートブロック米の空洞部に滞留した水が関わっている。 コンクリートブロック塀内部に、増作中に水を入れない、浸透しないように防水処理を行う、水が滞留できないようにする、空洞部の水を常に出るようにする、などの措置を取ることにより、ブロック塀の寿命を伸ばすことができる。風雨にさらされる過酷な環境に常に置かれるため、良好に設計、施行されたコンクリートブロック塀であっても、大気中の二酸化炭素に、 モルタルが反応して中性化したり、約20年で鉄筋にサビが現れるなど、劣化が進行する。日本では、1978年の宮城県沖地震以降、1995年の阪神・淡路大震災、2005年の福岡県、西方沖地震、2016年の熊本地震、2018年の大阪府北部地震でも、東海による、 死亡事故が発生している。ブロック塀の代替としては、アルミ製のフェンスやネットフェンス、植栽、池垣といったものがある。特に、アルミフェンスは、軽量で指向性に優れ、かつ多様なデザインに対応できるとして、急速普及している。コンクリートブロック塀に変えて、住宅の周囲に池垣を用いる、要地方自治体等が推奨し、 池垣作りに補助金を支給する制度を整えた地域もある。ただし、ヒートアイランド対策や、もっと多目的の緑化を主目的として推奨するケースとの見分けは容易でない場合もある。仙台市では、合唱、森の塔を押し出しながらの取り組みを行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。